今回は、土屋先生のサクナビクスの佐藤栄作内閣の途中から小泉純一郎内閣までの経済だけで問題を出します。戦後時代の最後になるのでしっかり勉強しましょう。最初は聞き流して。慣れてきたら15分間勉強して演習を進めなさい。それでは始めていきましょう。1、ベトナム戦争や欧州への経済援助での支出増大に加え、日本などとの貿易赤字によって、 アメリカの国際収支が悪化しアメリカの通貨や為替への信任が揺らぐことを何というかまたそうした状況に対してニクソン大統領が1971年に発表した経済政策の名称を答えよもう一つこうした経済政策を受けて各国がワシントンの博物館に集まり行った通貨調整のための会議の名称を答えよまたその会議の結果 日本の通貨の円はいくらからいくらに切り上げられたか答えベトナム戦争や欧州への経済援助での支出増大と貿易赤字でアメリカの国際収支が悪化した結果アメリカの通貨や為替への信任が揺らぐことをドル危機と言いますドル危機に対してアメリカのニクソン大統領が1971年に発表した経済政策は新経済政策です新経済政策は、 金とドルの交換停止と輸入課徴金制度でしたね。各国に根回しをしないで行って世界中に衝撃を与えたのでニクソンショックと呼ばれています。佐藤英作内閣の時でした。新経済政策を受けて各国がワシントンの博物館に集まり行った会議はスミソニアン会議です。スミソニアン会議の結果日本の通貨の円は1ドル360円から 1>, 1ドル308円に切り上げられました。円は切り上げだけど、ドルは切り下げになっているから注意しなさい。2、固定為替相場制が終了したのは西暦何年か。また、固定為替相場制から、どのような相場制となったか。また、その時の内閣名を答えよ。もう一つ、新しい相場制のもとでの円高で、輸出に期待できない中、この内閣は、 工業の地方分散による内需を刺激する政策論を掲げたが、この政策論を何というか。答え。固定為替相場制が終了したのは、1973年です。固定為替相場制から変動為替相場制へと移行しました。田中角栄内閣の時です。変動為替相場制のもとでの円高で、輸出が伸び悩む中、田中内閣が掲げた。 3このこ頃アラブ諸国の石油戦略により日本などへの石油輸出の制限と原油価格が4倍に引き上げられ世界経済に深刻な影響を及ぼしたがこれを何というかまたこうしたアラブ諸国の石油戦略は何を契機として行われたかもう一つ この石油戦略を行った石油輸出国機構の中でアラブ産油国で作るアラブ石油輸出国機構のことを何というか答えこの頃、アラブ諸国の石油戦略により日本などへの石油輸出の制限と原油価格が4倍に引き上げられ世界経済に深刻な影響を及ぼしたけどこれを第一次石油危機と言います第一次石油危機を引き起こしたアラブ諸国の石油戦略は 第四次中東戦争が契機となりました石油輸出国機構を OPEC と言うけどその中で石油戦略を行ったアラブ産油国で作るアラブ石油輸出国機構のことを o ア p e c と言います両方覚えておきましょうアラブといえばラブライブですが背景の画像はラブライブでもおなじみの聖地の一つです土屋先生はこの近くにある有名なとんかつ屋に出没するそうです4 田中内閣の時には日本列島改造政策による地価の高騰と第一次石油危機での原油価格上昇によって激しい物価上昇が起こったがこれを何と呼んでいるかまたこうしたことが原因となり日本は深刻な不況となり戦後初のマイナス成長となったがそれは西暦何年か答え田中内閣の時には日本列島改造政策による地価の高騰と 第一次石油危機での原油価格上昇によって激しい物価上昇が起きたけどこれを狂乱物価と呼んでいます狂乱物価などが原因となり日本が深刻な不況となって戦後初のマイナス成長となったのは1974年のことです5この時期に6カ国の指導者が集まり石油危機後の世界的な不況の解決策を話し合った会議を何というかまたそれはどこの国で 西暦何年に開催されたかまた、その時の内閣名を答えよ。答え。この時期に、6カ国の指導者が集まり、石油危機後の世界的な不況の解決策を話し合った会議を、先進国首脳会議と言います。サミットでもいいです。1975年にパリで開催されました。最初のサミットが行われた時の内閣は、三木武夫内閣です。6。 その後、再び石油価格が上昇し、第二次石油危機が起こったが、それは西暦何年か。また、その時の内閣名を答えよ。もう一つ、第二次石油危機のきっかけとなった、葆ニ西を指導者とする革命の名称を答えよ。答え、第二次石油危機は、大平正義内閣の1979年に起こりました。第二次石油危機のきっかけとなった革命は、 イラン革命です72度にわたる石油危機の中にあっても日本は安定的な経済成長を維持していたがそうした中で企業が行っていた省エネルギーや人員削減などの経営手法を何というか答えは原料経営です ME 技術を駆使した工場やオフィスの自動化などで省エネルギーや人員削減などを行いましたなお日本経済の成長は 低いながらも欧米各国に比べれば相対的に高かったため安定成長と呼んでいますまた産業構造も中科学工業からコンピューターや情報通信産業などのハイテク産業へと転換していきました8この時期の政府の行財政改革で大平正義内閣が導入しようとした大型間接税の名称を答えよまたその導入に失敗した後 増税なき財政再建を目指して設置された組織は何かまたその組織の委員長の名前とその組織を設置した内閣名を答えよ答えこの時期の政府の行財政改革で大平正義内閣が導入しようとした大型間接税は一般消費税です一般消費税は国民や自民党内の反対もあり実施できませんでしたその後 増税なき財政再建を目指して設置された組織は第二次臨時行政調査会です。委員長はどこをとしよ第二次臨時行政調査会は、鈴木善行内閣の時に設置されました。9。第二次臨時行政調査会の答申を受けて、参考者の民営化を実施した。内閣の名称を答えよ。また、参考者の名称と民営化後の名称をそれぞれ答えよ。停止ボタンを押して。 書き終わったら次へ進みなさい答え第二次臨時行政調査会の答申を受けて参考者の民営化を実施した内閣は中曽根康弘内閣です参考者は日本電信電話公社電電公社とも言います民営化後の名前は日本電信電話会社 NTT ですね日本専売公社は日本タバコ産業 JT ですね日本国有鉄道は 日本鉄道会社、JR です10中曽根康弘内閣が導入しようとしたが廃案となった大型関節税の名称を答えよまた最終的に導入された大型関節税の名称とそれを導入した内閣名を答えよ答え中曽根康弘内閣が導入しようとして廃案となった大型関節税は売上税ですその後竹下登内閣の 1989年に消費税が導入されました。なお、竹下内閣は、リクルート事件で退陣しています。11、1980年代に、アメリカを経済的に苦しめた双子の赤字とは何か。また、それを為替相場の変更により是正するために、IMF の財務責任者が集まり行われた5カ国財務省会議を一般に何というか。また、それは西暦何年か。 もう一つその会議でどれだけ施正のための為替市場への協調介入が合意されたがその合意の名称を答えよ答え1980年代にアメリカを経済的に苦しめた双子の赤字とは財政赤字と貿易赤字です双子の赤字を為替相場の変更により是正するために IMF の財務責任者が集まり行われた5カ国財務省会議は G5 と言います 1985年に行われました G5 でドル高施政のための為替市場への協調介入が合意されたけどその合意をプラザ合意と言います12プラザ合意後に急激な円高となったにもかかわらず日本はアメリカへの貿易を拡大し対米貿易黒字を拡大させたそのため日米の輸出と輸入の不均衡に対する反発が起きたがこの反発を何というかまた 日米の貿易不均衡を改善するため、日米の間で開始された、日本の制度や政策に関する協議の名称を答えよ。また、日本の農産物の輸入自由化が決定されたが、牛肉、オレンジの輸入自由化を実施した内閣名を答えよ。もう一つ、米の一部輸入自由化に合意した内閣名を答えよ。答え、プラザ合意後に急激な円高となったにもかかわらず、日本は、 アメリカへの貿易を拡大し、対米貿易黒字を拡大させたため、日米の輸出と輸入に不均衡が生じ、その結果起きた反発を貿易摩擦と言います。貿易摩擦の激化を受けて、日米の貿易不均衡を改善するため、日米の間で開始された日本の制度や政策に関する協議は、日米経済構造協議です。日米構造協議とも言います。日本の農産物の輸入自由化が決定されたけど、牛肉、 オレンジの輸入自由化を実施したのは1991年の竹下登内閣の時です米の一部輸入自由化に合意した内閣は細川森弘内閣です13円高による不況対策のために肯定不合が引き下げられたことで金余り現象が生じて陶器的な資金が土地や株式市場へ流れ込み異常な高騰を見せたことによって膨らんだ経済を何というかまた これを抑制するために政府が行った政策を2つ答えよ答えはバブル経済バブル経済を抑制するために政府日銀が行った政策は土地取引に関する総量規制と肯定不合の引き上げですこの結果株式市場で株価が急落し地価も暴落してバブル経済が崩壊しました14バブル経済崩壊前後に円高の継続や 国内の規制に対して輸出企業が取った行為を答えよまたその行為の結果国内的国際的にはどのようなことが起こったか答えバブル経済崩壊前後に円高の継続や国内の規制に対して輸出企業が取った行為は欧米やアジア諸国に工場を移すですその結果国内的には産業の空洞化が進みましたが国際的には 企業の多国籍化が進み世界経済が一体化する経済のグローバリゼーションが起こりました15村山富一内閣の後に内閣を組織した人物は誰かまたその内閣は3党による連立内閣であったがその政党を全て答えよもう1つこの内閣が行った財政構造改革が景気の低迷を招き金融機関の破綻が相次いだが 1997年に破綻した金融機関を2つ答えよ答え村山富一内閣の後に内閣を組織した人物は橋本龍太郎です橋本内閣は自民党社会党新党先駆けによる連立内閣ですこの時期には金融機関の破綻が相次いだけど1997年に破綻した金融機関は北海道拓殖銀行と山一証券です16 日本が公式にデフレーションを認めたときの内閣名を答えよ。また、その時期に日本銀行が行った金融政策の名称を答えよ。答え。日本が公式にデフレーションを認めたときの内閣は森吉郎内閣です。その時期に日本銀行が行った金融政策は量的緩和政策です。総計を受験する人は覚えておきましょう。17 聖域なき構造改革をスローガンに骨太の基本方針や優勢民営化を実現した内閣名を答えよ答えは小泉純一郎内閣ですこの改革の時には東京メトロや道路公団の民営化も行われました昭和時代の戦後の範囲はこれで終わりです決して難しいところではないので丁寧に学習を進めましょうじゃああなたの次のステージで待ってるからね